アブセンス・オブ・マインド西田喜太郎多少のアブセンス・オブ・マインドというのは誰にでもあることであるあるのが普通と言っておかろうしかし私はかなり念入りのアブセンス・オブ・マインドをやったことがある今に思い出しても自分でおかしくなるのである それは私がまだ金沢の四皇に教師をしていた頃のことであるある日同僚のドイツ人ユンケル氏から晩餐に招かれた金沢では外国人は多く公園からこだつのへ入る入り口のところに住んでいる外国人といってもわずかの数に過ぎないが私はその頃ちょうどこだつのの下に住んでいた 夕方招かれた時刻の少し前に家を出て、坂を上り、ユンケル氏の宅へ行ったのである。しかるにどうしたことか、ユンケル氏の宅から少し隔たった、今は名を忘れたが、何でも S で始まった名の女の宣教師の宅へ入ってしまった。その女宣教師も知った人であり、一、二度も私の家へ来たこともある人ではあったのだ。ベルを押し 生ぜられて応接間に入りしばらく待っていた無論応接間の様子などユンケル氏のそれとにもつかぬのであるがそれでも自分には少しも気がつかなかった全くユンケル氏の応接間に入っているつもりでいたそのうち S さんが2階から降りてこられたそれでもまだ気づかない S さんも自分と同じく ユンケル氏のところへ招かれてきているのだと思い込んでいたそれにしてもユンケル氏が出てこないのを不思議に思い S さんに尋ねてみると自分は全く家を間違っていたのであった昨年の秋十数年ぶりに金沢へ帰ってみた小龍野の高台から見晴らす北国の青白い空には変わりはないが何十年昔のこととて 街はだいいぶ変わわっているように思われたユンケル氏はその後一行の方へ転任せられもうだいぶ前に個人となられた S さんもその後どこに行かれたかその頃私より少し年上であったと思うが今もどこかに健やかにしておられるかしら昭和14年1月